こんにちは。今回は、とばたらならのとをします。条件ですね。じゃあ、始めましょう。こちらを見てください。うん。とばたらなら、条件。条件の副施設です。じゃあ、見ます。うん。とは、接続助詞です。うん。助詞ですね、これ。ただ、もう皆さんは勉強しません。うん。そのまま覚えてください。基本の接続は、 うん。動詞、いけよし、なけよし、名詞の辞書形と内形にとをつけます。あとは、な形よしの辞書形は、だと、と。そして名詞の辞書形も、だと、とになります。これだけちょっと違いますね。例をみます。春になると桜が咲きます。うん。なるは辞書形ですね。動詞の辞書形です。このように使います。 これがとです。じゃあ次を見ます。うん。とばたらならは地域差もあります。だから場所によって使い方が違いますね。北海道、東京、名古屋、大阪とか使い方が違います。気をつけてください。で、私たちがよく使うみんなの日本語という教科書があります。これは東京基準で教えています。そう。 今の日本語は東京基準で考えていますから、他の教科書も大体東京の言葉を勉強しています。うん。で、このとばたらならなんですけど、関西の大阪はよくたらを使います。だから関西の方はたらをよく使うと思います。そして九州の福岡はこのとばたらなら 全部をいろいろな文で使うことができます。だから本当に場所によって違う方言がありますね。だから気をつけてください。で、もう一つ、みんなの日本語という本ですね。これの順番は、と、たら、ば、ならで教えます。じゃあ今度次。うん。じゃあ実際に見ていきましょう。とです。 反復的、向上的になり立つ依存関係を表す条件。ちょっと難しいですから、簡単にします。機械操作。そう。機械を使うときは、よく、とを使います。で、例文を見ますね。例文の1です。このボタンを押すと、ジュースが出ます。そう。上に絵がありますね。自動販売機です。ボタンを押します。ボタンを押すと、ジュースが出ます。 このような機械操作の時よく「と」を使います。今度2番、うん。このつまみを回すとボリュームが大きくなりますそう。ここのつまみというのは回すものですね。これを回すと音が大きくなります。もう今はね、あまりないですけども自動販売機の下に絵がありますね。こういう古い機械の時は何かこうやって掴んで回すところがありましたね。これをつまみと言います。 うん。これを回すとボリュームが大きくなったり小さくなったりします。この時に等を使います。機械操作ですね。で、今度3番。ここに手を近づけると水が出ます。そう。トイレにありますね。トイレ水道がありますね。そこの蛇口のところに黒い部分があって、そこに手を近づけます。そうすると、うん。水が出ますね。これをよく見ると思います。 この時全部とを使っています。じゃあ今度練習です。うん。一番、お金、カード。うん。例ですね。券売機にお金を入れるとカードが出ます。うん。券売機は例えば駅とかにありますね。そこに券を売りますけど、実際にはもう今券じゃないですけど。<laughs> うん。そこにお金を入れます。お金を入れると下からカードが出ますね。 で、そそれをを使って地下鉄に乗るととか、うういうことをしますね。中にあの丸いものが出てきたり <laughs> 今あの昔の紙のこういうものではないことが多いですねじゃあ今度2番ボタン英語このボタンを押すと英語に切り替わりますそうですね今あの世界中ボタンを押すと他の言葉であの機械を操作することができますね この時もボタンを押すと英語に切り替わりますと言いますね今私は時々タイのバンコクの地下鉄に乗りますが券売機にお金入れるとカードが出てきたりあとはボタンを押すと英語に切り替わりますからそれで操作していますねじゃあ今度3番レバー倒れます例文ですこのレバーを引くと椅子が倒れますこうやって、うん、こういう風に前後することができる棒がありますね ああれをレバーって言います時々あるでしょ、まあ、こういうこう,いう風にする時もあるけど <laughs> そうすると椅子がこうやってなりますね。<laughs> これがあの「トを使うものだから椅子とかにも使えます。うん、これが機械操作の「と」です。 じゃあ今度次でですす、うん、自然現象ですねさっきと同様反復的・向上的に成り立つ依存関係を表す条件なんですが反復的というのは何回も同じこととが起きまますす何回も同じここをしますこのような時は反復的向上的っていうのはいつもという意味ですね当然ですとかいつも毎年このようなのが向上的という意味です そう。この時自然現象は毎年同じことが起きますね。だからこの時にとを使います。じゃあ例文を見ます。1番。春になると桜が咲きます。そうですね。この春になりました。次は桜が咲きます。これは必ず毎年です。絶対に毎年ですね。ということで、この時はとを使います。春になると桜が咲きます。 上に桜があるでしょで今度2番「雨が降ると涼しくなる、うん」これは必ずそうではないんですけど一応暑い時に雨が降ると大体気温が低くなります涼しくなりますねうんこの時に「と」を使いますうん大体そうなるから当然のことですからうん。で今度3番目「うん」 冬至に近づくと日が短くなるですね。冬、う、至、ん、というのは一年の中で一番太陽が昇る時間が短い時を冬至と言います。だいたい日本は12月中旬。いや、世界一緒ですね。<laughs> だいたい世界全員、全部一緒ですね。多分。<laughs> あ、違う。 南半球は違いますね。北半球の人は一緒ですね。<laughs> うん、一番日が短い日ですね。で、だん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 あのその時になると、うん、日が短くなるというのこの時の日は明るい時間という意味ですね。だから太陽が昇って明るくなっている時が短くなる。これを日が短くなると言いますね。うん、で、その時日本人はゆず湯と言ってお風呂に。 みかんの一種のゆずというみかんを <laughs> お風呂の中に入れてお風呂に入る習慣があります。ただ下で男の子がお風呂に入っていますね、うん。この3番ももう必ず当然ですね。その時にこの「と」を使います。じゃあ練習の1、夏。例文を見ます。うん、夏になると日差しが強くなります。うん、夏は、うん、日、太陽の日が強いですね。 これはもう当然のことですから「と」を使います。でも一年中暑いところもありますからこれは日本人の感覚で日本のことを言っていますね。じゃあ今度2番「冬」。 冬になると雪が降る。そうですね。雪が降らないところもあるんですけど、日本だと大体冬になると雪が降りますから、うん、この時にとを使います。じゃあ今度3番、秋。 うん、秋になると果物が美味しくなる、うん、日本はこうなんですね私今タイにいますけど果物は多分一年中美味しいですね <laughs>、はい、だけど日本の感覚で言うとこれはもう常に毎年そうだから「と」を使っていますじゃあ今度次です習慣ですまた同じように反復的恒常的に成り立つ依存関係を表す条件ですうん そのうちの習慣ですね。例文を見ます、うん。1番。父は朝起きるとコーヒーを飲む。一番上にコーヒーがありますね。私もよくコーヒーを今も飲んでいますね。<laughs> コーヒーを飲む。うん、この時は、うん、いつも同じです。習慣的です。反復。何回も同じことをします。という意味で、この習慣の時にとを使っています。じゃあ今度次。2番。 夏休みになると、よく祖母の家へ遊びに行った。うん。そう、今、真ん中におばあちゃんと子供がいますね。昔の話ですね。うん。これはあの、昔あの、習慣にしていましたね。夏休みになります。うん、よく祖母の家に遊びに行きますね。おばあちゃんの家という意味ですね。うん。じゃあ、今度3番。 彼は給料日になるとお酒を飲みに行く。もう習慣ですね。<laughs> お金をもらった瞬間。<laughs> 遊びに行きますね。下になんか女の人がこうね、あ,ある。<laughs> 何でしょうね、ここね。<laughs> バーに飲みに行っていますね。<laughs> 習慣です。じゃあ今度練習。私はお酒を飲まないですね。<laughs> 1は毎朝目が覚める。うん 例文を見ます。うん。毎朝目が覚めると顔を洗う。うん。そうですね。よくあの日本人は目 <laughs>、起きた後顔を洗いますね。私今タイにいますけど、大体朝起きたらシャワーを浴びますね。今もちょっと髪が濡れてる。<laughs> そう。このような時に「と」使いますね。習慣にしていることを「と」ですね。じゃあ今度は次。天気がいい。例文を見ます。うん。 天気がいいとよく公園を散歩している。うん。そう、天気がいい。うん、晴れますという意味ですね。晴れているときは、うん、公園を散歩しますという意味で。天気がいいとよく公園を散歩していると言いますね。この、ているもあの習慣の意味があります。じゃあ今度3番。家に帰ります。うん。家に帰ると食事を作ります。 これあの家へ帰りますでもいいですね。移動同士は絵で教えていますが、にを使うこともあります。うん、その時に,、うん、家,に家へ帰る、うん。すると今度は食事を作る。これを習慣にしていますね。その時にとを使っています。じゃあこれが習慣です。じゃあ今度次ですね。今度はとの事実的条件です。ちょっと難しいですね。 もうすでに起こったことを言います。また、あの、景気の表現ですね。あの、定々で敵を使ったあれですね。あれと一緒。何かが起きます。次に何かが起きます。これを一緒にこういうふうに文をつなげて言うとき、このときと同じ。これを景気と言いますね。とを使えます。じゃあ、例文を見ます。1番。 窓を開けると心地よい風が入ってきた。うん。この時窓を開けました。次に風が入ってきました。というような時にこのとを使えます。うん。心地よい風というのは気持ちがいいという意味ですね。うん。だから女の人が上ではい、窓を開けて風が入ってきてニコッとしてるでしょ。<laughs> この時ですね。じゃあ今度2番。近づくとドアが開いた。 うん、またドアが開いたでもいいですね。うん、でこの時あのコンビニとか自動ドアがありますね。真ん中にストアって書いてあるコンビニがありますね。これは多分ファミリーマート <laughs> というコンビニですが、うん、私がドアに近づきます。そうすると自動ドアが開きます。開いたですね。うん、この時に「塔を使っています。もうすでに終わったことですね。 そして、近づく、開きますが、同じ、一緒に置きますね。これが起きた後に次にこれが起きます。と言っています。はい、今度は3番ですね。うん。本を読み終わると本棚に置いた。うん。そうですね。本を読みます。次に本棚に置きます。 景気ですねそしてもうすでに終わったことですからこの例文3つ全部最後「た」ですね。うん、で一番下で男の人が今本を置いていますね。この状態の時「と」を使います。もう終わりましたという意味です。じゃあ練習です。鍵開けますうん1番の例文を見ましょう。彼は鍵をを取り出すとドアを開けたいいですね。 鍵を出ししまます。す。そしてドアを開けます、うん、これが連続しておきますね。その時、「と」を使います。じゃあ今度2番。お皿洗います。例文。ご飯を食べるとお皿を洗った。うん、いいですね。食べた後でお皿を洗いましたという意味ですね。この時、「と」を使います。私はよく <laughs> あまり <laughs> 洗うのが遅いですね。次の日に洗うこともあります。ダメですね。すぐ洗ってください。<laughs> で今度3番。空、太陽。例文です。空を見上げると、眩しい太陽が見えた、うん。空を見上げるは上を見ますという意味ですね。顔を上げますから見上げますと言いますね。眩しいというのはとても明るいという意味です。うん その対応が見えましたと言っていますね。これはもうすでに起こったことですし、顔を上げました、空を見上げて、次にまぶしい太陽が見えました。だから連続しておきますから、とを使っています。これがあの事実的条件、すでに起こったこと、景気のとですね。 はい。今度は、と、発見を表す条件です。うん。道案内をするときとか、あと、発見、何かを見つけました。このときに、とをよく使います。特にこの言い方は、教科書でもかなり早いときに勉強しますね。じゃあ、例文の1番を見ます。うん。 まっすぐ行くと、右に銀行があります。うん。下で女の人が、真ん中のところ女の人困ってますね。地図を見ていますね。その時誰かに聞きますね。そうすると、まっすぐ行くと、右に銀行がありますよ。と教えてくれます。うん。この時のとですね。これは道案内をするときによくとを使います。うん。発見を表す条件です。じゃあ今度2番。 橋を渡って交差点を左に曲がるとデパートがありますよ。うん。この時道案内していますから「と」を使っていますね。で、最初の時は「と」とを使わないですね。橋を渡ると交差点を左に曲がるとは言いません。この時は最後の文の前の時につなぐ時に「と」を使いますね。<laughs> 全部「と」を使わなくてもいいですね。使ってはいけませんね。うん 橋をを渡って交差点を左に曲ががるととデパートがありますよと言いますす。よ言い道案内です。じゃあ今度3番。トンネルを抜けるとそこは雪国だった。うん、これはちょっと有名な小説なんですけどね。うん、電車で行きますね。その時にトンネル山に穴が開いています。そこのところを通れます。ここが、うん。 その時ここをトンネルと言いますね。そしてそこを抜けるとそこではたくさん雪が降っていました。私がトンネルに入る前は全然雪が降っていなかったのに。で、そ,その時に雪国という言い方があります。その時は「と」を使いますね。これは見つけましたから。発見の「と」です。じゃあ今度練習の1番。警察署。例文を見ます。うん。 100m 歩くと警察署がありますよ。そう。まっすぐ行くとでもいいですし、100m 歩くと警察署がありますよ。と言っていいですね。うん。これはあの道案内のとです。じゃあ今度2番、空港。例文を見ます。電車に乗って終点まで行くと空港に着きます。うん。これでいいですね。道案内をしていますね。 そして、とうとうは使わなくて、最初は手を使って次、とうですね。うん。この予報を覚えてください。うん。この予報を覚えてください。じゃあ今度3番。駅、見えます。例文を見ます。この道路をまっすぐ行くと、駅が見えます。うん。この時も道案内ですが、発見、見つけていますね。駅が見えますから。その時に、とを使います。うん。 じゃあ今度まとめです。条件のとですね。1番、そう、機械操作の時にとを使いましたね。ボタンを押すとジュースが出ます。の時のと。じゃあ今度2番、自然現象のとです。春になると桜が咲きます。の時のとですね。で今度は習慣のとです。朝起きるとコーヒーを飲みます。みたいな時のと。習慣のとですね。 で、今度はすでに起こったこと、景気のとですね。うん。窓を開けると風が入ってきました。の時のとですね。もう終わったことを言う時、とを使います。で、今度道案内発見のとですね。まっすぐ行くと銀行があります。の時のとでした。うん。これで以上ですね。ちょっと多くて難しいですが、まとめると簡単ですね。うん。とても大切ですから、 ぜひ覚えてくださいじゃあ今回はこれで終わります。うん、ありがとうございました。